t ー,ージーティーポットに被せる t ー a ー l G はティーポットに覆い被せる布製のカバー。ティーコゼとも言う。日本語ではポットカバーとも呼ばれる。本来は茶を冷まさないようにするためのものだが装飾を施すことで見た目にも賑にやかしの機能を有した製品である。形はティーポットの形によって幅広い半月型のもの、高い統計のものなど様々である。 特に決まった形は定められておらず、十分にティーポットを覆い、外の冷気を防ぐ形であることが求められる。また、いずれも中に綿を厚く入れたり、アルミなどの断熱材を入れることにより、外の冷気を防ぐ効果を高めている。下手形は、ティーポットがすっぽり被るくらいに2枚を合わせ、あるいは2枚の間にマチを入れて縫い合わせ、裏布をつけ、面を入れる。 縫い合わせのところには装飾レースを施し、あるいは内紐をつけて装飾し、頂点にはその紐で缶を出して持ち手とする。表には装飾として刺繍を施すことが多く、あるいはクロスステッチ、カットワークなどを濃い色で温かみのあるように施す。レースをあしらう場合は別に作り、上から被かせることもある。 ティーポットの口が出るように底のところだけ少し開けて仕立てる。喫茶店、カフェなど外食分野で利用される場合、個人宅で利用される場合がある。特に紅茶を出す際のティーポットに用いられる場面が多い。また、保温効果よりも見た目の効果を狙って利用される場面もある。ありがとうございます。